はい、ホワイトベース教習所です。はい、私は俺が教習所所長の二宮翔平だ。いいか、よく聞け。教習は怖くない。はい、まあいいや、やめましょう。あとですね、今回は、表題にもあります通りですね、停止線に止まった時のミッションの落とし方というのをやろうと思います。停止線、これが停止線だと思ってください。まあただの板ですけど、だいたい停止線、こんなもんですよ。停止線に止まった時にですね、皆さん、もちろん一足に入った状態で、ちょっと熱いかと言おうかな、一足に入った状態で、で、右足をブレーキのペダルの上に乗せて、左足を地面につくと、で、リアブレーキをかけた状態で、まあ、停止すると、いろいろとしました。停止するというのがですね、まあ、教習所でやっていることだと思うんですけども、どうしてもですね、停止したときに、やべ、何速に入っていくか分かんないけど、とりあえず1速じゃねえというような状態っていうのはですね、あると思います。はい、でそういう時にですね、慌ててガチャガチャガチャってやるとですね、減点になってしまったりとかですね、2速発進3速発進でエンストしてしまったりとかですね、いろいろな減点の元になってしまいますので、ミッションの、停止してからのギアの正しい落とし方の作法やろうかと思います。はい、いいですか。とりあえず静止した状態でエンジンかけないでやりますよ。はい、まずブーンと来ましたと、でピタ、はい、これが基本的なに停止する状態ですね。はい、でこの状態で停止をして、クラッシュでこの状態で停止をして、で、また信号が変わるなりしたら、こうブレーキを離して進んでいくというような状態がこう基本だと思うんですけども、でこの時の足、はい、基本的に教習所で、教習を受けるときは、卒検のときは右足をついちゃいけないんです。はい、急制度のときだけです。右足ついても許されるのは急制度のときだけ。それ以外のときは右足地面にこうついちゃいけません。はい、だから、停止線で、シフトダウンをしたいときなんですけど、独特の作法がございます。はい、まず停止線に止まったよ、やべえ何速か分からないっていう時にダメなれ、はい、これダメですね。はい、何がダメだったか、右足をなぜついてはいけないかというとですね、右後方から車が来る、それに踏まれないように、踏まれてはいけない、踏まれると危ないから右足をついちゃいけないと、確かそんな感じだと思います。ってことはどうしたらいいか、右足つかないでバイクのミッションは変えられないってことは、右足をつきたい、後方確認です。後方確認をする、そして右足をつく、そして左足を乗せる、で、ミッションを落とす、そして、もう一回後方確認をする、そして、左足を乗せる、これで OK。 はい、乗せる時の後方確認はいらなくても、やらなくても確か良かったような気がしますけども、私これで卒検ちゃんと受かってます、減点になってません。で後方確認を乗せる時もしたことに関しては、逆に褒められました、よく安全確認できてますねと。であとは普通の作法にのっとって、これ放棄じゃなくて作法ですからね。はい、作法です。皆さんが免許改善になるための作法、正しい作法にのっとって、あとは後方確認をして、そして、発進していくと、はい、いうことですね。これが重要です。わかりますか。じゃあ実際に運転しながらやってみようかな。はい、ちなみに今日素手でやってるのはですね、手元の動画を撮ってるからです。普段はグローブつけますよ、ちゃんと。皆さんも教習ではグローブつけてください。すいませんね、今わざと3速に入れてます。じゃあ行きます。わー、止まる止まる、やばい、今何速かわからないけど1速ではない、まずい、1速ではないっていう時に、どうするかっていうと、後方確認、右足を下ろす、乗せる、ガチャッと、
ガチャッ、下ろす。そしてまた後ろを確認して乗せる。はい、そしてまた発進、はい、ということですね。発進する前に後方確認ですけども、はい、はい、ということをしていただければですね、皆さん、減点なくミッションを、今何速に入ってるかわからなくてもそれを戻すことが可能です。はい、おらららに二宮翔平だ。ホワイトベースではジャケットや T シャツ、ステッカーなどのグッズも売っている。3月には一人社より本も発売されるぞ。ホワイトベースのバイクを楽しむ本だ。タイトルは変わるかもしれないけども、 Amazon.com で絶賛予約受付中。